日本海側を中心に雪の降りやすい天気でしたが、明日もこういった天気は続いていきそうでしょうか。そうなんでしょう。今回発達した低気圧、明日東北を通過していくということになりまして、はい、また冬型とは違うタイプなんですけれども、強い雪が降りそうなんですよ、はい、でその様子、天気図をご覧ください。これが明日朝9時の予想天気図です。日本海を発達しながら低気圧が東進していきまして、まあ、低気圧付近で雪雲がかなり発達をしそうです。でこの低気圧、日中帯に東北の南部を通過していった後は、今度は冬型気圧配置がまた強まる、まあ、北陸から北のエリアは日本海側を中心に雪の降りやすい天気が継続するということになりそうです、はい、で今夜以降の雪雲の動きを見てみますと、このように日本海側中心に流れ込み続けるということになるんですけれども、明日の朝になりますと東北や北陸付近、一旦隙間がかなり多くなります。ただし日中帯、次の低気圧の雲を塊となってですね、東北北陸方面に流れ込んできまして、特に活発な雲が東北こういった方面を通過していきます。この強い雪雲が通過するタイミングでは1時間あたり5センチから10センチぐらいの激しい降りになる恐れがありますので、急激な積雪の増加お気をつけください、はい、向こう24時間に新たに積もると予想される雪の量なんですけれども、特に多いのがこの東北日本海側から新潟県にかけて、多いところでは3、40センチぐらい積もります。またこちら富山県ですとか、あとは北海道ですね、こういった方面でも積雪量増えるところがありそうですので、まあ、引き続き路面状況の悪化ですとか、あとは沿岸部北日本は吹雪、こういったものに要警戒となりそうです。はい、わかりました。明日も好天には十分に注意し、荒れてる際の外出はなるべく控え、屋内など安全な場所でお過ごしください。